行くぞ。Thank you.
に行くわよ。ここで決めるわ。片付いたな。よーし、この辺りの魔物はあらかた片付いたようじゃな。この調子で残る区域も片付けましょう。あの釣り場所を渡って急ぎ村の奥へ。また来てくれよな。おう、よく来たな。ほらよ、また来てくれよな。いらっしゃい。はいよ、ありがとね。これ。後ろからも魔物が私たちを追ってきたようです。挟まれたようだ。これってまずい状況よね。
ねえ、どうするの？ああ、作戦は考えてある。まず俺が前方の魔物に向かって切りかかる。その隙に残りのみんなは広場の左右に分かれて武器を構える。そして俺が…また長いやつ？要は魔物をこっちにおびき寄せて挟み撃ちにしちゃおうってことよね。そうだ。それじゃあすぐに。どいたどいた、邪魔できんしよ。ゼシカ、こっちは片付いたでガス。ま、マッツでガス、こんなとこで何をぶちかます気でゲスか。みんな、サルでガス。大丈夫でガスか、怪我がなくてよかったでゲス。これですっきりしたわ。って、あら、もしかして私、ちょっとやりすぎちゃったのかしら。ちょっとどころじゃないでガス。あとちょっとで巻き込まれて、おだぶつするとこだったでゲス。はいはい、すいませんでした。と、もう、これだからおっさんは。ちょっとのことでガタガタうるさいんだよ。おっさんって言うな。足には、ヤンガスっていう立派な名前がある。助けてくれて。ありがとう。あなたたちは？信じてもらえないでしょうけど、私たちたった今別の世界から来たところなの。私はゼシカ、こっちのおっさんはヤンガスよ。この世界の魔物たちに異変が起こってるんでしょ？その原因を調べてほしいってある人じゃないか、友達に頼まれてるのよ。またしても別世界の一体どうなっておるんじゃ。しかもアリーナやテリーたちと違ってこっちの事情をすでに知っているようですね。まあそういうわけでちょっと先を急いでるの。となると足は
野蛮な武器を使う野蛮な余地ってことになるでゲスな。わかった。いや決してそんなことは。やっぱり一人じゃ心配でガス。ダイヤモンド。勝手なことをして心配させるのもほどほどにしてほしいでガスよ。俺の作戦に隙はない。